どうも、ロクロックビのエンタメラボへようこそ。ロクロックビのペチとヒメルチとチョナヤキことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。本田圭介さんがにつけてるウドゼッケを注文しました。こことこことここにつけてるっていう。つけてないんです。というわけで、ペンディングトレイン地球を救う会議ー。おー、ペッ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 ペはい、というわけで、僕らの考察動画史上一番規模のでかい話スケールでかいな。でかいよ。テーマだ。うん、今地球の未来はこの3人にかかってると言っても過言ではない。過言過言でもそういう気分でちょっとやっていこうということで。真剣にね。そう、真剣にね、はい、やっぱペンディングトレインね、もう9話まで来てるのでね、はい、結構どうやって地球を救っていくのか、未来を変えていくのかってとこがかなり大きなポイントになってるので、うん、まあそのあたりをですね、全力で考察していこうじゃないかということです。はい、意気込みは特大レーザーで全部燃やしてやろうかなやばそう動画閉めるぞまあでもそういう想像を広げてね、やっていくのもいいと思いますけども、まずはですね、これまでの流れを簡単に説明すると、まあ8話でですね、ワームホールを使って抜け出すことはまずできたよと。ただ着いた先は元いた2023年ではなく2026年の5月1日だったと。なので地球滅亡する2026年12月9日まではもう半年しかないよと。そういう状況でございます。はい、かなりピンチですよと、うん、で、地球が滅亡する原因は簡単に言うとですね、小惑星探査機がデブリ、つまりは宇宙ゴミとぶつかって小惑星と衝突し、その軌道を逸らしてしまい、小惑星が地球の海に落ちてきてしまった。これですね。そうですね、うん、宇宙ビリヤードと言ってもいいんでしょうか。まあまあでもそういうことだね。そうだね、うん、だし、まあ人間のせいってことだね。そうだね、人為的な人災だよってことですね。そうそうそう、宇宙ゴミが多いよと。そうそう、うん、なのでこれをどうするかっていう話をしていくんだけども、まあ僕的にはやっぱり主な地球を救う方法としては2パターンあるのかなと思って。でまず1パターン目としては未然に防ぐっていう方向ですね、うんうんうん、つまりは小惑星探査機がデブリとぶつかるのを防ぐ、まあ一番の根本を防ぐっていう感じかな、うん、それがどんどんぶつかって最終的に地球に小惑星が来ちゃうわけだからね、うんうん、そう、小惑星がガーって動き出す前に食い止めるってことだね。っていうことです。そう、動き出すのは、はい、そうね。でもう一つは落ちてきた小惑星から地球を守るっていう、一気に SF になるんだけども、うん、まあもうアルマゲドンですよね。まあまあ、本当そうだね。マジでアルマゲドン。本当そう。なのでまあこっち方向もちょっとは考えていきたいと思いますけども、うん、まあ現実的なのは1、未然に防ぐっていう方法がかなり濃厚なのかなって気がするね。そうね、うん、でも半年しか時間がないよと。そうなんだよ。今からね、宇宙ゴミがそんな出さないようにしようって言っても、うん、ちょっともう遅すぎる気がするから、ね、いやそうなんだよ、うんうん、もっと前から。そうなんだ。2023年でも遅い可能性もある。あ、そうだよね。ちょっと宇宙産業が活発になったら分かんないけど、1990年代とか、うん、その辺から変えていかなきゃいけない感じもするから、うん、かなり難問ではあるけども、うん、まあもう救うとなるとさ、まあ正直その未然に防ぐっていう方でも、うん、もう正直 NASA の管轄なんですわまあそう、まあ未然でもうん、その宇宙ゴミとかを、ね、まあ、減らすとかそういうのも NASA の管轄だけども、じゃあ、はい、ペンディングチーム、うん、その未来に行った人たちは何ができるかっていうのは、もうその真実を全力で伝えて、あ、そうだね、人類みんなの意識を変えることがやっぱこのドラマ描かれると思うわけよ、うん、いやまあ、あ、なんかほぼ答えっぽいとこまで当たっ多分そっち方向なんだろうなって感じはするよね、うん、うん、たださ、やっぱりさっきも言ったけど、やっぱ半年でいけるかよ。ああ、まあそうだね、うん、訴えたところで、うん、結構もう時間ないよと、うん、これから意識してももう遅いんじゃない状態になりそうだから、うん、ちょっとね、この未然に防ぐっていう方向で一つコメントが来てるので、ちょっとそれ紹介していきたいと思います。テサランパサランさん、地球滅亡の原因は小惑星探査機がデブリとぶつかって小惑星と衝突し、その軌道を逸らしてしまったのが原因です。そのデブリとぶつかったのは小惑星探査機リューサだと思われます。5話で山本の地球滅亡の説明をしていた時にちらっと出てきました。リューサとは言っていませんでしたが、画面に2回出てきていたし、おそらくそうではないかと。なのでリューサの打ち上げを阻止できたら、12月地球が滅亡することを止めれるのではないでしょうか。リューサは8月に打ち上げ予定です。あと3ヶ月以内に国家を説得して打ち上げを止められないかなと、っていうことで。なるほど。そう、これがね、かなり信憑性高いかなと思ってるんだけども、うん、確かにですね、リューサという探索機の名前がですね、山本の説明の時に2回出てきたんだよね、うん、うん、画面に見切れただけではあるけども、うん、しっかり2回出てきましたと。なので仮に地球滅亡がこのリューサとデブリがぶつかったことが根本ならね、
リュウさんの打ち上げを阻止すれば小惑星に当たることもなくなるよと、うんうんうん、つまりは地球に小惑星も落ちてこないよと、うんうん、一応解決にはなるんだよね。そうだね、うん、まあ、ただケサランさんが言うように根本の解決ではないけども、まあ、とりあえずはねその地球に落ちてくるのを一回は止めたいから、うん、まあ、解決ではあるのかな、うん、そして確かにですねリュウサは8月打ち上げ予定ってね記事に書いてあったのでまだギリギリ間に合うんじゃないかっていうことです。そうな、打ち上がりさえしなければそうね、全て起こらないわけだからね、うん、むずいな全力でまあでもねよくわかんない非現実的なその未来からやってきた人たちの言うことを政府の、はい、そこでしょ、お堅い人物が聞くかなっていうね、うん、そうだよね、そこが上がるのか、うん、リオはまさにそういう感じだもんね、うんうんうん、何日かけて作ったか何日かけてのプロジェクトか分かってますか。だってリュウサのプロジェクト、あ結構リュウサ側にあなたいるなんでそこに肩入れすんだよお前作ってねえだろ、まず確かにね、でもかなり時間をかけてやってたわけで、うんうん、だからそこでヨネちゃんのフリップ芸、フリップ芸鉄拳さんみたいに言ってるけどまあまあ、ね、そのこういう未来になってこうなってっていう、うん、やっぱ熱弁とかが必要だったり、うん、まあ、そういうのもね絶対いるだろうし、うん、まあ、何にせよやっぱりここに来てやっぱもう一回田中がすごいいい活躍をしてくれるんじゃないかと思いますね。田中ミーポの歯がありますから、はい、やっぱりそのいくらさ人が消えたっていう事件ありましたけども、うん、その現実的に戻ってきただなんて理解できないじゃないですか。はいはいはい。だけどもその確固たる証拠、田中さんは消えてしまいましたがこのミーポの歯がありますわな。まあそうだね、歯だからその歯が現実に戻ってきたってことは、はい、タイムスリップ、うん、要はタイムワープっていうのは証拠になるんですよ。おーでもミーポ時間がちょっと違うからむずいよ。でも取っといてんだよずっと、まあ、3年ずっと取っといて、まあ、そうか、まあ直哉たち人間が帰ってきても信用してくれないけど、そう、まあ歯もあるよっていう、そのなんていうんですかね歯は信用してくれないけど、人間の方が強くないか、物的証拠ですよ歯も。いや人間もですけども人間も人間もだなんだろうなあ、まあなんとなく言いたいことはわかるけど、うん、後押し歯も後押し、歯も後押しね、田中も後押し、まあまあまあ、うん、確かにこれの一番大事なとこは腐敗する未来を信じてもらうことだもんね。そうなんだよね、うん、まあまあそれこそやっぱミーポ自体じゃないって俺は思ってる、ね、あまあそうだね、あの未来の植物とかが使われてるんだよっていうことを科学的に言えばさ、確かに、ね、ありえないんですよ、そう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 、ないんですよ、確かにそれが、うん、それを痛かったんです。あ、そうだいぶ時間かかったね、随分とそれを歯がちょっと邪魔してすいませんいいですけど、うん、まあ、あとは iPhone の写メというか、うん、携帯の写メもあるし、まあ、前もちょろっと言ったけどもやっぱり加藤の、うん、その論文的な主張というか、うん、専門的な主張っていうのもちょっと響く可能性もあるし、うん、まあ、そういうところで龍さんをね止めることができたらもしかしたら地球滅亡はなくなるかもしれないと。うん、ただこの懸念点でいうとこの8月打ち上げ予定というところなんだけども、この記事が見切れたシーンはおそらくなんだけど2023年のシーンだったっぽいんだよね、うんうん、というのもこの山本の話と同時並行で達也がスミレの美容院に来るシーンも描かれるんですよ、うんうん、でその2023年のラストシーンでリュウサは8月打ち上げ予定っていう記事がお店のタブレットで映ってるっぽいんだよ、うん、そうだよね、そうだね、うん、ってなると2023年の8月にすでに打ち上げられてる可能性もあるんだよね。あった、うん、宇宙にあるっていうことで、そうそうそう、うん、それをもう一回戻せとかそういう主張になる感じになっちゃうから、うん、そうだよね、結構難しそうではあるよね、うん、ね、結局そのもうすでに宇宙にあるリュウサを破壊するって言ってもさ、うんうん、なんかそれも結局なんか隕石を破壊するのとあんま変わらなそうだから、そうかそうか、そうそう、なんかスケール的にはだいぶ大きいことにはなるから ね、うん、あとは根本だけどもそのリュウサが原因かもね、うん、結構誰もわからないとこではあるもんね、うん、まあそこに関しては割とそのさ研究者たちがさこれが原因なんじゃないかみたいな、ハスミとかがその辺はやってくれる、なんとかしてくれそうだけども、そう、ハスミの活躍もね、そうなんだよね、今んとこあんまないじゃないですか。そうなんだよね、すっごくかっこよく出てきて以降意外に何もしないっていういや、そうなんだよね、だって2060年に飛ばされた人たちが戻ってきたことに関しては何も関与してないはずだもんね、うん、そうだよね、自分自力で戻ってきちゃう、そうなんだよね、うん、ということでまずはやっぱり
一番現実的というか、伏線と合わせてもこの流鎖を止めるっていうところが割と現実味あるのかな。まあそうだね、でここからは今度はこの未然に防ぐの最大の問題点、半年しか時間がないっていうところをどうするか、ここについてもちょっと話していきたいんだけども、やっぱりさっきも話したけどデブルを減らそうと訴えてもやっぱ半年前で遅すぎる気するし、まあヨネちゃんとかがねゲームを作って、まあ、大ヒットさせて宇宙への関心を増やすとかやってもちょっと遅すぎる気がするから、やっぱ注目ポイントとしてはワームホールをさらに使うのかっていうところだよね。ワームホールを使ってさらに過去に戻って宇宙開発の見直しをするっていう可能性もあるのかな。なるほど、結構コメントだとさ、もっと戻ろうぜみたいなコメント多くなかった？多かったね。どうなんだろうね、ワームホールは作れるんですか2026年で。いけるんじゃないかな。だってあんな物資がないさ、だよ、ね、2060年でできたんだったら、先生でも賞味ですけど2060年にいて、はい、2023年のトンネルがまああったみたいなことじゃないですか。その2026年の方でトンネル作ったらその出口はどこの年代なんですか？2023なんですか？そこ怖いですよ。そこが分かんないんだよね。確かに。なんかもう今出てきてるワームホールは1個だけじゃないですか。はい、はい、それが23年と60年の扉。まあそうだね、っていうトンネルみたいな。はい、それがちょっと手前で落ちちゃったから2026年に来ちゃった、っていう感じだもんね。だからまた新たにこう作り出すワームホールがどこまで行くのかっていうのはすごい分かんないわけ。そう、確かに。もはや未来に行くか過去に行くかも分かんないけど、調整できるのかっていうところがね。そこがすっごい複雑なんです、設定的に。そうだよね。だからもう一回ワームホール出現するっていうのはかなりリスクですよ。それで23年に戻れたらすごいラッキーだけど。けど、また60年に行っちゃう可能性だってあるし。あるし。田中がまた多いっつって。あるし。戦国時代行く可能性もあるし。いや、そうだよね。だからワームホールを作るっていうのは、できるけど、リスクが高いっていう感じか。そうだね。てか、分かる人がいないっていう、その、これをやろうって、どういう意気込みでやるの？その、いつの時代に隕石が落ちるか分かんないよ。確かに。昔に隕石が落ちたら分かんない。まあ、果てだらけだな。いや、でも本当そうだよな。そこでやっぱ、霞なんじゃないの？はい、出た。かすみはそういったさ、時空のなんか研究とかしてるから、ちゃんとその科学的に、こうすればこの年代に飛べるっていうのを、はぁ、ちょっとチートだけど、まあ、まあやってくれんじゃないかな。なるほど。自然エネルギーとか、オーロラの関係を見て計算して、はいはいはい。すれば、まあ、2023に戻れるとか、ね。23でしょっつって。そうか。いけんじゃない？でしょ。でしょっつって。で、まあ戻って、まあやっぱり未然に防げるように、いろんな努力をしていくっていう感じ。まあそのパターンもまあ面白いか。なんかそうすればさ、結構その、まあ、5号車の人物たちの活躍ってのがさ、割と描けるじゃん、そうね、ドラマ的にも。そうそうそう、なんかそんな感じはするけどね、言うて NASA の管轄ですからこれ。そう。まあそこ大事だね。でもね、本当にそうなの、ね、やっぱ訴えるとかそういう方向でしか活躍できないから、まあ、そうだね。確かに確かに。なのでまあここから最後ちょっと落ちてきた小惑星から守るって方向ちょっと話したいんだけども、まあ何度もさっき言ってくれたけど、本当にこれはもう NASA の管轄というか、なんで美容師が行くねんっていう話だからね。まあ確かに未来を知ってたとしてもそうだね、NASA が行く必要はないからね。ちょっとかなり話はずれるけど、アルマゲドンもまさにそういう話で、で、なぜブルース・ウィルスが選ばれたかっていうと、はい、穴掘りのプロなんですよ。穴掘り、要は石油採掘の業者の人なんだよね、ブルース・ウィルスって、で、その人が行くことによってその隕石を深く掘れて、その中にダイナマイトを仕掛けられる。だから穴掘りのプロを連れてかなきゃいけないっていう、一応そういう理由があるからブルース・ウィルスなのよ。でもやっぱ美容師行ったとこででしょ。確かにな。ちょっと髪切れるだけだもん、ね、隕石の髪切れるだけ。そうだよな。だからそう考えるとちょっとね、元も子もないんだけども、やっぱ落ちてきた隕石から守るっていうのは、アベンジャーズの世界だよねって話だよね。そうだね。なんかちょこちょこサクはそのワームホールを触ったことによって、あ、はいはい、ワームホールを触ったことによって、直哉がですね、だからそのワームホールの出現のところで電磁誘導とか、はい、磁力ですよ、知らないと思いますけど人間にはね、かすかな磁力あるんですよ。へぇ、はい、あのっぽいよ。でもそれをね、ナイは触ってましたから、はい、ワームホールだから人一倍強いっていうか、この棒が、手が棒ですよ、もう電磁棒、電磁棒で、ここでってなって隕石ね、今ね、前にあるここでワームホールを自分でこう作って、綿菓子みたいに作ってあーで、シューンと隕石を、で、どこに行くの隕石は。
あふざけた。終わりです。はい、ふざけました。ちっちゃくなってんだ。まあね。いやでもまあ名古屋が活躍するならそういう感じになるし、うん、これはもうアニメじゃないと無理、アニメだしね、アニメーションじゃないと無理ですけど、うん、あとさやっぱワームホールでさ、もしさ隕石をさそのワームホールの中に入れたらさ、うん、まあ未来に行くか過去に行くか分かんないけどさ、うん、同じとこに落ちるんでしょやっぱり、うん、そうだ、ね、だから未来でめちゃくちゃ爆発するっていうことだし、そうだ、そうだね、過去だったらマジ意味ないもんね、うんうん、この未来がなくなっちゃうわけでしょ、まあまあでもこのドラマの設定だとパラレルワールドになるから分岐いいんだけど、分岐しちゃうんだ、その分岐したからいいかもちょっと、いやそうですけど、結構無責任だよ、死ぬ人がいるから、さっき言ったサクみたいにこうポンってやんないと、うん、隕石をどうにかしないと、そうなんだね、無理だからやっぱワームホールに隕石を入れるっていうのはちょっとその場しのぎすぎるんだよね、うん、そうなんだね、宇宙に帰ってくれるんならいいけど、うん、そうだよね、だから宇宙でやんなきゃいけないよね、そうだね、それをするなら宇宙でやんない、無理だまあちょっとやっぱこの2のね落ちてきた小惑星から守るっていうのは現実味はないかなという感じですね、うんうん、まとめていいですか。おおどうぞ。博士。多分ね。だから蓮見が2026年にまたワームホールを作り出して、作った、はい、で5号車の面々が2023年に戻りますと。戻れる。でそこでいろいろその各々のそれこそヨネちゃんのさあれとゲームとかで啓発してって、うんはい、その2023年8月におそらく打ち上げるであろう流砂を阻止するっていうね。なるほど、うん、これは一番なんかスマートなんじゃない、まあ、なんかみんなも活躍できるし、うん、なんかまた流砂も伏線になってるしってなると、そう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 、綺麗な気はするけどね、うん、採用、よし、ありがとうございますこれでお願いします、はい、地球救いました、ありがとうございます、お前が言わなかったらポンで終わってたからこれが今日の最後なんです、危なかった、危ない危ないというわけで、まあ皆さんが考えるですね地球の救い方、うんうん、ぜひ書いてほしいね地球の救い方、全員で地球救ってこうよ、うんうん、君の手にかかってるかもしれない、さようなら終わる、終わった、天才テレビ君みたいな仕事それではまた次の動画でお会いしましょう、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にケムロちゃん、はい、簡単5分でできる地球を救う方法を教えてください。他局だけどチャリー T シャツを買ういけるかな、おお素敵な考えです。